はい、どうもこんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、11月キャッシュレスお得情報、まとめということで、今月も月初ということで、まとめ動画ですね。この動画では、11月で開催されるスマホ決済や電子マネー、そしてクレジットカードなどのお得なキャンペーンについてお伝えします。ぜひですね、11月もキャンペーンたくさんありますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それを 行ってみましょうではですね、今回11月お得まとまえということでこちらのカレンダーを埋めながらお伝えします。で、先にお伝えすると、今回は2021年の11月時点の情報でございまして、一部のキャンペーンについては除いてますのでご了承ください。あとですね、動画の目次作ってますんで、ご自身が気になる決済方法のところタップしていただければ、そこから確認することもできます。ではですね、最初に PayPay ペペから行ってみましょう。まず PayPay ペペではこちら、街の PayPay ペペ祭りが今現在開催中でございまして、このキャンペーンは対象店舗で QR コードの読み取りを行って、PayPay の残高払い で決済するとそうすることによって20%戻ってくるというようなキャンペーンでございます上限が1000円までとなっておりまして5000円利用することで上限に到達しますこのキャンペーンでですねキャンペーンの終了日程変更されまして11月の7日に変更ということですのでもしね利用を検討されている方はなるべく早く使うことをお勧めしますちなみにねもし半年間の利用がなくて新規で利用される方いらっしゃればですね最大40%還元となっておりまして上限は1000円までなんですけども2500円分使うことによってお得にお買い物することもできます んでぜひ久ししぶりに使ってててみみよううかなといい方ははトライしてみてください終了日程は同じです続きまして、こちら、p a y p a y ピックアップのキャンペーンなんですけども、対象店舗で最大10%戻ってくるというキャンペーンなんですが、このピックアップっていうのは、いわゆる、事前に PayPay のアプリで注文して、あとはお店に取り行くっていうのは、まあ、いわゆるその、テイクアウトみたいなサービスなんですけども、通常の還元率は10%なんですが、Yahoo プレミアム会員であったりとか、ワインバイルを持ってる方であれば13%、そしてソフトバンクユーザーの方はなんと20%還元なんで、もし対象店舗が近くにある方はですね、 今回ね、このタイミングで使ってみてもいいと思います。こちらのキャンペーンは11月30日までのキャンペーンでございます。そして、今現在絶賛開催中の超ペイペイ祭りなんですけども、まあ、キャンペーン色々あるんですが、一部ピックアップをするとクーポンですかね。やっぱクーポンがですね、結構お得でございまして、例えばこのグルメクーポンの場合は、かっぱ寿司で5%付与であったりとか、くら寿司5%付与あとガストとか、まあ、こういったところで使えたりとか、あとはこちらカフェであれば、なんとスターバックスであればね、10%付与のクーポンが出てたりですとか、ドトルコーヒーのクーポンとか、ちなみにこのかっぱ寿司に関 したらペイペイグルメとと合わせて使えばねめちゃくちゃゃくお得に食事することもで、きますでさらに、他にもですね、こちらスーパーコンビニのジャンルであれば、ローソンであれば最大5%不要であったりとか、松本清志最大5%不要。あとはモバイルオーダーとかであれば、マクドナルドとか、あと松弁ネットとか、こういったところでもお得に使うことができます。ですけども、日程とか条件とか上限など、これはですね、結構クーポンによってバラバラですので、これに関しては PayPay ペイペイの公式ホームページを事前に確認した上で使ってみてください。続きまして AUPay ですね。a u p ではまずはこちら、クイックペイプラス、 設定合合計計税込500 1000以上の利用ででで1名様に抽選なんすすけども万ポポンンンンタイトが当たるキャペーございまこのキャンペーンその名の通り、a u p プリペイドカードであったりとか、a u p プリペイド AUP のクレジットカード、これゴールドカードも含むんですけども、税込み500円以上のクイックペイ決済をすることで、抽選に参加ができるということでございます。で、ちょっとね、ここには載せてないんですけども、まキャンペーンの参加条件として、対象期間中に、この a u p プリペイドカードであったりとか、a u p カード、そして a u p のゴールドカードで、 クイックペイプラスに設定するっていうのが入ってるんですでに設定されてる方がちょっと対象かどうかっていうのはちょっと調べてないので分かんないんですけどもとりあえずこの期間中に設定してその後に税込500円以上の決済をするっていうのが条件ポイントですよねちなみにこれは iOS 端末だけが対象で Android の方は対象外でございますでこのキャンペーンは12月31日まで開催中でございます次にポンタポイントのキャンペーンなんですけどもこちらオリックスバフォローズがねリーグ優勝記念キャンペーンということで合計13,000名様に総額3万ポイントが当た というキャンペーンでございますこちらのキャンペーン2パターンあるんですけどもまず1パターン目は期間中にキャンペーンの提携者を2社以上かつ合計金額税抜き500円以上の利用でポイントが当たりますということでございます抽選で1000名様に1万ポンタポイントあとは抽選で2000名様に5000ポンタポイント抽選で1万名様に1000ポンタポイントということで対象のお店というのはこちらに出てる通りでございます例えばねローソンでやったりとかスキヤとかあとジュンク動とかそういったところが対象でございますでもう一つこの2番のぬいぐるみのキャンペーンなんですけど 抽選10名様にバフォローズポンター80センチ特大ぬいぐるみというのも当たったりするんでもしねキャンペーンに参加される方はぜひねキャンペーンページをチェックしてみてくださいこちら11月23日まで開催中でございますちなみになんですけどもこちら AAPA ではねまあまあ人気だったこの生活応援企画なんですがこちらなんとですね残念ながら2021年の10月31日をもって終了したということでございますで2021年11月の特典内容につきましては別途 AAPA アプリにてお知らせを予定しておりますのでどうぞご期待くださいという風に出てますんで まあ、ちょっとこれはね、少しだけ期待して待っておきたいなと思います。次に楽天イですね。楽天イではこちらが開催されております。こちら楽天グルメマラソンということで、こちらのキャンペーンなんですけども、対象の飲食店で楽天ポイントカードを提示してお会計したら、楽天ポイントが最大30倍もらえるっていうキャンペーンでございます。今現在ね、外食が力になるっていうタグがついて、すごい飲食店だったりとか、企業さんがすごい力を入れてる、まあ大きなキャンペーンが開催されてはいるんですけども、まあその中の一つということで、このキャンペーンは、お会計したお店の 数によってポイントが30倍ということでまだね。僕の場合は倍率が1なんですけども、対象のお店をクリアすることによって、この倍率がどんどん上がっていきます。本当ね。楽天市場のお買い物、マラソンのグルメ、マラソンリアルバージョンみたいな感じですね。キャンペーンに参加するためにはエントリーをして、その後にお会計の際に楽天ポイントカードを提示してお会計をすると、上限は1人1000ポイントまでとなっております。で、他にもですね。楽天ペイであったりとか、楽天エディでもまあ抽選にはなるんですけども、キャンペーンが開催されているので、それが当選した場合に関しては最大で30倍ということでございます。ちなみに に対象の店舗としたらですねくな寿司あったりとか吉野家あったりとかリンガーハートとかまあ、こういったところが対象ですのでもしね普段から外食をまあ利用しているとやったりとかこういったお店をちょくちょく利用している方はですね ま、ついでに参加するぐらいがちょうどいいのかなというふうに思います。このキャンペーンは11月21日まで開催中でございます。そして楽天ペイではこちらも開催されております。楽天ポイントカードと楽天ペイ、そして花丸うどんのキャンペーンですね。このキャンペーンなんですけども、花丸うどんで楽天ポイントカードを提示して、税抜き200円以上の決済すると楽天ポイントが2倍。で、あとはその中で楽天ペイアプリで決済された方の中から、選ででで名様に花丸ポインンンンントがもらえるといいうキキャャペペーーござまますこのは月日開催 中でございます次に D 払いです。D 払いはこちら。松本清と D ポイント D 払いのキャンペーンなんですけども、お会計の際に D ポイントカードを提示して D 払いで決済すると。そうすることによって、最大で10万ポイントが抽選でもらうことができます。で、このキャンペーンなんですけども、支払った金額によって、まあ、当たるポイントっていうのが変わってくるんですが、1000円から4999円の場合に関したら抽選で61名様に1万ポイント。で、5000から 9, 999円の場合のお買い物関したら70名様に5万ポイント。そして、 1>, 1万円以上を利用した場合は、10万ポイントが70名様に当たるというキャンペーンでございます。まあ無理にね、使う必要はないんですけども、普段から松本教師で、まあまあな金額を使われる方に関すれば、これはね、ぜひ D ポイントカードを提示して D バレで決済した方がお得かなと思います。このキャンペーンは11月30日まで開催中でございます。ああ。 次に、ここからファイント、D 払いと D ポイントのキャンペーンなんですけども、こちらは、お会計の際に D ポイントカードを提示して D 払いで支払うと。そうすることによって、抽選で100%のポイント還元というキャンペーンでございます。まあ、こちらも抽選ではあるんですけども、まあ、もしね、普段からここからファインを利用されている方がいらっしゃれば、まあ、参加してみてもいいかなと思います。こちらのキャンペーンは11月30日まで開催中でございます。そして、D ポイントのキャンペーンなんですけども、ついにね、こちらのキャンペーンが始まりました。先日ね、ちょっと動画にもさせていただきましたけども、ポイント交換で D ポイント、 なら増増量量中15%増量キャンンペーンということででまああ毎年ここれをねキキャャンンンンペペーーにななりつつあるキャンペーンなんですけどもこのキャンペーンは対象のポイントをですね、D ポイントに交換することによって15、15%増量されるっていうキャンペーンでございます。詳細に関してはね、先日の動画見ていただければと思うんですけども、このキャンペーンすごいのはですね、溜まってるポイントサイトのポイントとかを、何十万ポイントとかを D ポイントに交換することによって、プラスアルファで15%増量されるっていうね、まあ、神がかってるキャンペーンなんですが、これ上限ないので、本当にね、溜まってるポイントがたくさんある 方いらっしゃればね、今回のこのタイミングでぜひねポイント交換してみてもありだなと思います。ちなみにこのキャンペーンなんですけども、今現在 EC ナビというポイントサイトですとか、ハピタスでプラスさらにねプラスアルファのキャンペーンも開催されてますんでこちらのねそれぞれのポイントサイトを確認してみてください。ちなみにこのキャンペーンはとりあえず1月5日までということではあるんですけども企業さんによってはですね終了日程というのがバラバラですね。これは公式のページをぜひチェックをしておいてください。次に LINE Pay です。LINE Pay はこちらですね。ビザの Pay プリペイドカードのキャンペーンなんですけども1%の LINE の還元ということでこのキャンペーン自体は特にね、上限はなくて、店舗とか購入商品についても制限はないんですよね。さらに、新規発行された方は、その翌月から5%還元となります。めちゃくちゃお得なんですよね。で、新規発行の場合は上限は2万ポイントまで。なので、40万円分利用することによって、上限に到達するんで、もしね、新規発行を検討されている方はですね、タイミング的にも結構いいのかなと思います。このキャンペーン自体は終了日程は今現在は決まっておりません。次に、トヨタウレットです。 トヨタオレとりね、本日ね、こちらが結構話題になっておりました。毎回最大2%還元ということで、おそらくちょっと別の動画にするかもしれないんですけども、このトヨタの TS キュービックっていうんですかね、読み方間違ってたらすいません。TS キュービックカード、 を使って、このトヨタウレットの残高にチャージをすると。そうすることによって TS キュービックカードのポイントが1%が貯まると。トヨタウレットを全国の ID 加盟店などの対象店舗でご利用いただくと支払い金額の1%がキャッシュバックされるということでございます。なので、これの1%とこれの1%を合わせて合計で2%の還元ということでございます。なので、 まあ僕はこのカード持ってないので、実質普通にトヨタオレテル決済することによって1%還元されるということですので、まあこれまで開催されてた1.5%分のキャッシュバックではなくて1%還元に、まあ、還元率が下がったっていうふうに捉えていただければ結構かなと思います。まあね、残念なニュースの一つになるかもしれないんですけども、まあこれまでね、PayPay ペイペイとかもそういった傾向ではあったので、 ま、トヨタオレートもま、それに近い流れになってるのかなと思います。ちょっと細かいところはね、おそらく別の動画にするかもしれないです。このキャンペーン自体は特にね、終了日に行って決まってませんので、とりあえず今現在はこの方針で行くというような感じですね。次にイオンペイです。イオンペイではこちらですね、期間限定特別企画、イオンペイスマホ決済で超お得ということで、大きく2つに分かれてるんですけども、対象のイオン、イオンスタイル直営売り場限定で、イオンペイのスマホ決済を行うことによって、ワンンポイントが基本の20倍ということでございます。20倍ということでは、 あるんですけども、これはね10%還元となります。このキャンペーン自体はイオンペイの高度決済を行うことが条件でございまして、このキャンペーン、さらにすごいのは上限が1回に5万円までではあるんですけども、期間中の上限が特にないんで、もう複数回に分けてまでもまあ、決済ができるっていうのがかなり魅力的なんですよね。まあ、キャンペーンの期間がこれだけしかない。5日間しかないっていうので限られてはいるんですけども、もしね。まとまったお買い物とかされる方はですね。このタイミングでしてみてもいいと思います。なのでね。ぜひこの際にもうお店ごと購入。次に。 こちらはね、その名の通り、イオンモールでイオンペイで決済したら10%オフと。で、こちらのキャンペーンも先ほどと同様に、1回の決済上限が5万円までではあるんですけども、特にね、期間中の上限とかはないので、もしまあまあ大きなお買い物される方はですね、まあ何回も何回も分けてお買い物しても10%オフなんで、もしイオンモール利用される方はですね、このタイミングでイオンペイぜひ使ってみてください。こちらも同様に、11月5日から11月の9日までの5日間の キャンンペーンで、ございますでイオンに関連してこちらワンオンですね。ワンオンではこちらアップルペイに対応したことによってのキャンペーンではあるんですけども、今アップルペイを始めると500ポイントをプレゼント実施中ということで、このキャンペーン先着ではあるんですが、10万名様に500ポイントがもらえるキャンペーンでございます。キャンペーンに参加するための条件として、新規発行してウェブサイトの応募をすると、あと1万以上チャージすることによって500ポイントがもらえます。で、このキャンペーン11月の4日まで開催中でございまして、まあ普段からね、iPhone であったりとか、 もうワオンを普段から利用されている方はねこのタイミングでトライしてみてもいいと思います次に7個ですね7個ではこちら先ほどのワオンと同様に Apple Pay に対応したことによってのキャンペーンではあるんですけども Apple Pay の7個をいずれかのアプリに登録したら107個ポイントがプレゼントされるというキャンペーンでございますこのキャンペーンなんですけども条件として iPhone を持っていることそして7個アプリを持っていること で、さらに、セブン、イレブンアプリ、伊ト洋カードアプリ、デニーズアプリのうち、いずれか一つのアプリに7個番号を登録、もしくは変更を行うことによって、107個ポイントがもらえるということでございます。キャンペーンの期間はね、11月30日まで開催されていますんで、普段からね、これらのアプリであったりとか、7個利用されている方はですね、サクッとやってみてください。以前動画でも解説をしております。そして、7個ではですね、こちらのキャンペーンも開催されます。iPhone、a p p e w a c h の7個で、累計税込み5000以上の支払いの方に、507個ポイントがプレゼントさ れるっていうキャンペーンでございます。まあ、これがちょっと噂されてた11月の大型キャンペーンなのかどうかちょっと僕もわかんないんですけども、このキャンペーンの参加条件として iPhone、Apple Watch にまず登録をすると、その後に期間中累計で税込み5000以上の支払いをして、7個の公式 LINE 友達追加を行うと。で、そこからな公式の LINE からエントリーを行ってくださいということですので、もしね参加される方はですね、公式ページを見てまた手順をね改めて見て参加をしてみてください。このキャンペーンは11月30日まで開催中でございます。 次に t マネーです。t マネーではこちら。t マネーかざして支払いをスマホで設定すると1、 と T ポイント1万ポイント外れなし全員当たるくじっていうキャンペーンでございますちょっとね読み方がこれで合ってるのかわかんないんですけどもこのキャンペーンは T マゼのかざして支払いを新規で登録される方限定にはなるんですけどもまあとりあえずくじが引けるということでございます11月30日まで開催中でございます次にセゾンアメックスのキャンペーンなんですけどもこちら今現時点では特に追加されてるキャンペーンはないのでもし参加される方はそれぞれのキャンペーンにエントリーを忘れずぜひ参考してくださいちなみに直近で終了しそうなキャンペーンであれば は、こちら出前館のキャンペーンですね。そして amazon のキャンペーン、これらが終わるんですけども、あとはガストとね。apple store および apple のサービス、そしてタイムズカー。まあ、これら3つがね。もうちょっと期間あるかなという感じですね。ちなみにセゾンアメックスに関連してですね。僕最近やっとですね。こちら j q セゾンを作ることができまして、確か数年前に一旦審査が落ちてかなりね。泣いてた部分ではあったんですけども。最近やっとね。なんとか審査が通ることできまして、おかげさまでやっとね。これで jq エポスゴールドカード、そして j q セゾンを使って永久不滅。 ルートっていうんですかねそれれねねやっっととと開通するこここがががでできたっていうことで正直これも、ね、テンンションが上がりました機会があれば動画にししますそして、こちら AUP カードのキャンペーンなんですけども、1億ポンタポイント、山分け、さらにダブルチャンスあるということで、このキャンペーンですね、エントリーをした後に3万円以上利用することによって、まあ、キャンペーンに参加ができると。で、上限はとりあえず1000ポンタポイント、これは山分けっていうことではあるんですけども、このマックスの1000ポンタポイントにもらえるかどうかっていうのはちょっと何とも言えないとこではあります。このキャンペーンは11月30日まで開催中でございます。 ということでね、今日お伝えしたキャンペーンの日程だけまとめなんですけども、とりあえず11月いっぱいで終わるキャンペーンはざっくりとこんな感じでございます。まあ、こう見た感じ、まだまだで11月もキャンペーンはまあまあ多いかなと思いますね。抽選とか山分けとか、ま、そこら辺のキャンペーンが目立つとこではあるんですけども、 なんじゃかんじゃね、お得に過ごせるんじゃないかなと思います。で、この中には入れてないんですけども、PayPay ペイペイグルメであったりとか、他にもホットペッパーも結構熱いキャンペーンとかやってたりするんで、まあそこら辺もね、うまく活用すればめちゃくちゃお得にね、食事とかもできるかなと思います。まあそんなこんなで今回は11月お得キャンペーンまとめということで簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。毎回ね、このキャンペーンのまとめ動画を作りながら、あのキャンペーンこの中に組み込むのを忘れたとかちょくちょくあったりするんで、ぜひね、 あの、補足コメントなどがあれば、もうコメントいただくとめちゃくちゃ嬉しいです。で、先ほどちょろっと伝えた、あの、トウイレットとかの件に関したら、おそらく別の動画でお伝えするかもしれないので、まあ、期待値は下げた状態で気長に待っていただければと思います。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、それぞれね、概要欄に貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃれば、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。